私思うの、いつも私たち争ってばっかだなって。確かに気づいたら私たち殺し合ってる仲だもんな。前回もそれでバイト先の商品分投げてクビになっちまったし。私関係なくない？そこで、今回は協力しないとクリアできないゲーム選んできたから仲良く遊ぼうじゃないの。そいつは面白そうだな。ただ協力するにあたって一つ大きな問題がある。お前協力する気ねえだろゴラ。不満無駄に居心地が良くてつい。頼むマリサいい加減解放させてくれ。任せろあとはここ。わかった私が迎えに行くから待ってろ。ありがてえその優しさに感謝だぜ。邪魔だよ優しさ。私の優しさを返せ。大丈夫。何者かがやればできることだって私信じてるから。私も混ぜろさせろ。いえいえよ二人同じボタン押してちゃいみねえだろあっち行けや。というわけで改めてどうも、今回はロブロックス実況第3弾として、こちらのチームワークパズルズ2で遊んでいこうと思います。その名の通りチームワークが鍵だから仲良く遊ぼうねマリちゃん。すまん体が仲良しに拒否反応を起こしちまった。もうマリちゃんったら頭へこませちゃうぞ。おい頭の上で跳ねるな余計ハゲるだろうが。もう失う神がねえだろ現実見ろよ。それではまずはチュートリアルから行きましょうか。ほう結構ステージの数は多いんだな。他にも3人用、4人用と人数別にステージが変わるみたいですね。というわけでやってきましたチュートリアル。赤いボタンがあるな。このボタンは押すと前の壁が消えて先に進めるようになるけど押し続けないと意味ないんだ。なのでここは片方がボタンを押し続けてパートナーを先に行かせて、先にある同じ色のボタンを押すことで同じく壁が消えパートナーも進むことができます。なるほど確かに協力必須だなこれは。ただ協力が必須な理由はこれだけじゃないんですよ。どういうことだぜ。このゲームはステージから落ちるかこの赤い線を踏むことで最初のリスキまで飛ばされちゃうんです。ほう厳しめにできてんだな。だがこれぐらいならどうってことねえだろ。もしステージ終盤で落ちてもこの最初のリスキに飛ばされると言ったら、レイムさんやセーブポイントはどこにあるんだぜ。そんなもんあるわけねえだろ現実見ろ。協力。おいこんな強制協力ゲームだとは聞いてねえぞ。ふっとけんなや。いやいや私たちの仲を深めるためですよ。それにミスしなければいいだけなんですから。そうだな私たち。何してんだヘッタクソ。セーブポイントを公開した。大まかなルールはこんな感じです。なるほど内容自体はシンプルなんだぜ。もっとわかりやすく言うなら絆が深まるか崩壊してるかの二択ゲームです。ボタンすぎんだろいい加減に仕上がれ。おっとここはどっちかがこの黄色いボタンを押してなきゃいけないのか。それじゃ私が押してるから霊夢先に行ってくれだぜ。オッケー頼んだよマリサ。いいねたまには仲良くゲームするのも悪くないよね。ガガ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 ガ。跳ね上がったな裏切りバナナが。裏切られたのはおめえの操作に期待した私だろ。はいオッケー次はマリサの番だよ。よし今そっち行くぜ。いいか絶対渡ってる途中で道消すんじゃねえぞ。絶対だかんなガチで道消すんじゃねえぞ真剣にやれや。元からそこだけ道消えてる。中年ハッタ押すぞ。あかん完全に友情崩壊エンドに突き進んでる気がする。ここは一つどうだ。お互いのいいところ山手線ゲームでもよっしゃ乗ったぜ。パンパン髪の毛ツルツルパンパン目が2個あるパンパンバナナより可愛いパンパン鼻がついてるパンパン意外と乙女パンパン呼吸が上手。ちょっと待てやこら。どうしたなんで止めるんだぜ。これ以上続けてみろ死人が出るぞ。おっとここは肩車形式だね。私が土台になるからマリサ任せたよ。よし来たここは得意だ任せとけ。だが気をつけろよ霊夢私の少女時代のあだ名し神様だったからよ。今すぐそこをどけ私の髪の毛が枯れる。よし無事超えたぜ。あとはこのボタン押せばいいんだな。油断して落ちないようにね。よし押せたぜ。ナイスマリサちゃん。あでもどうやらここが出口っぽいけど時間制限がついてるみたいだね。ここはアスレ得意な私が押してくるからマリサ先ゴールしてていいよ。じゃあお言葉に甘えて先行ってるぜ。私がいないからって泣くんじゃねえぞ。たわけ貴様ごときで流す涙がかわいそうだ。よしこれでクリアっと。これでクリアっと。いやーマリサ置いてきた。いやー大随分遅かったな何かあったんか。乙女には言えない事情があるのよ。さてようやくチュートリアルクリアしたので早速本番へ行きましょう。だいぶチュートリアルで尺使ったな。私としては大歓迎。さて先ほどより難易度が上がりましたよ。まずここは二人同時に押して時間以内に渡れば大丈夫です。このゲーム基本謎解きアスレ要素に時間制限が加わったとでも思ってください。なんで渡ってこないの。なんで目線合わせてくれないの。え、ちょっとガチみたいな空気やめてよ私を見てよバカ。ちょっとからかっただけだろ面ヘラかすんな。ここは肩車形式で乗り越えて、さらに上に登って紫ボタンを押してマリサを登らせて、よしよし順調ですね。ただ問題は出口が白い壁で塞がってて、その白い壁を解除するためのボタンを押しに行くための道を作るために今からボタンを押さなきゃいけないんで。やめろ言葉で説明すんなわけわかんなくなる。ひとまず私はこのボタンを押して反対側に進めるようにします。あとはマリサが向こうのボタンを押してくれることを信じるのみ。大丈夫。何者かがやればできることだって私信じてるから。私も混ぜろさせろ。ちっげえよ二人同じボタン押してちゃいみねだろあっち行けや。初めから私が行くべきだったよまったく。よしこれで白い壁も解除っと。あとはお互い死なないように慎重に行けば大丈夫です。よかったぜすぐクリアできそうだな。あでもあと15秒で扉閉まっちゃうからマリサ急いで急いで。あれマリサどこ行った。おいちょっと待てそんなわけねえよな。いろいろハプニングはありましたが無事2つ目もクリアしました。なに友情にハプニングはつきものだろ。私たちの場合ハプニングしか起きねえだろ。そしてこのまま3つ目のステージに突入。ここは重りを運んで指定の場所に置くというシンプル構造だったのでカット。えっほだいぶ協力できてんじゃない。絆が深まった証拠だな。よしこのままゴール一直線。そんなわけないよねゴール手前でミスしたなんてそんなわけないもんね。
ろハプニングはありましたが無事3つ目もクリアしました。何友情にハプニングはつきものだろ。本当にすみません。うっとなんだこのステージは、カラフルなブロックがたくさんあるよ。見たところ一定時間で床のブロックが消えるみたいだな。そしてこっちには床の色のボタン全色。わかったこれ一人がこの時間内に指定された色のボタンを押せばその色のブロックは残るんじゃない？なるほどそういうシステムか。よし実験だマリサ試しに行ってこい。いつも私ばっか危険な道渡ってる気がするんだが。マリサの命一つで私が救われるんだありがたく思いな。髪の毛からすぞこや。やめろこっちくんなしがみが。お、どうやら霊夢の仮説は合ってたみたいだぜ。わーいわーい。バカバカバカ電気すんな押してろドアホが。お、次は黄色みたいだ霊夢頼んだぜ。オッケー任せて。おい待てこれ絶対オレンジだろ。いやでも黄色って書いてるしなんだこれどっちを選べばいいんだ。今日から黄色はオレンジだ。おい何わけは。違うそれはこのゲームの穴だ私じゃない私じゃない。このステージ今までで一番鬼畜かもしれねえ。確かにステージの難易度高いもんな。もちろんそれもあるけど、いつパートナーに突き落とされるかわからない恐怖で頭がおかしくなりそう。ちょっとした心理戦だなこれ。よっしゃ恐怖に打ち勝ったぞ。おいやべえって鳥肌が止まらねえよこのゲーム。お前が私を信じれば解決なんだけどな。それができたら苦労しねっての。友人との絆を確かめたい方がいればぜひ遊んでみてください。中途半端な絆だったらバトルロワイヤルが起きます。私は桃鉄もおすすめするぜ。それは現実でバトルロワイヤルが起きます。よしあともう少しだいい顔すなよ絶対だかんな。ここは慎重に慎重に。やったー。即戦したなこのエリア。ちょっとマネージャーなんちゅうゲーム進めてくれたんですか。ちょっとクレーム入れてくる。私たちに問題あるだろこれ。ほら霊夢道開いたから行くぞ。ちょっと待って今マネージャーにクレーム入れてるから。おいバカ時間を見ろ早く渡れ。え？なんだよかった夢か。私は絶対忘れないからな。そんなわけでこのステージもクリア。さて本日最後の友情崩壊ステージへ参りましょう。もう扉の外見だけでやべえ匂いがプンプンするぜ。こらマリちゃん見た目だけで決めつけるのは良くないよ人間中身が大事って言うでしょうが。やっぱ今の時代中身より外見ですよね。明らかにこれラスボス級だろ。それでお互い別々のところにいるがどうするんだ。ゴールするには二人一緒が必須だからどこかで合流できるはず。夫マリサがボタン押してくれたおかげでこっちが進めるようになってるね。これ押したらどうなるんだ。今度はこっちに道ができたぜ。あ、私も新しい道ができてる。なるほどお互いがボタン押してお互いの道を作っていけばいいのか。こういうゲームマリオパーティーにあったよな。あーマリオパーティー4のペアレース。私大砲かくれんぼが好きだったな。おい世代がバレるだろやめろ。わかった最終的に二人であそこに橋を作ればいいんだな。どうやら同時押しじゃねえと道が作れねえみたいだな。よし流れはわかった。それじゃマリサ無事合流できることを祈ってるよ。ようやく協力ゲームっぽくなってきたぜ。何してんだヘッタクソー。うるせえその臭い口を塞げ集中できねえだろ。間に合い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 。よし駆け込みセーフ。駆け込み許してくれないの。よーやって無意識に課金しちまった。はいマリサ尾の道作った。了解いつもの場所で待機しててくれ。まだこの時点で紫の道32秒あるから慌てなくて大丈夫。押した。オケボクロウ。着いたら合図クレメンス。いいぞ。把握。よし一発で成功だ。オッケー一回死んで向こうで待機する。押した。はいご苦労。赤押し前線待機。赤押し前線待機了解。そっちの紫道はどうだ。大丈夫8秒も残ってる余裕。把握。こちら前線待機済みいつでもどうぞ。了解こちらも道作っといたぜ。なる早で行けそうだったら合図ちょ。オッケー、把握ボタン離れる。時間余裕。1秒あれば余裕。オッケー、こっちもボタン前来れた。よし、行ってきます。大丈夫、慌てないでマリサならできる。最難関突破。まだ6秒あるいける。私この戦いがその口今すぐ閉じろ。いける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 。やったー。おいここまでどのくらいかかった。ざっと1時間かかってますね。というわけで無事扉開けてクリア。いやーバニーマンに次ぐ難しさだった。というわけで今回はここまで。もし私とマリサにやってほしいロブロックスのゲームがあったらコメントしてね。アスレ以外ならウェルカムだぜ。もう二度とアスレはやりたくない。ということでここまで。次回もまた見てね。